はい、そうしましたら、ちょっとここで遺跡の説明はですね、一回ちょっとお休みしまして、ちょっと列島展の裏話的なことをやりますか。いいですね。はい、裏話といえばですね、川柳がね、はいはい、ありますけれど、ぴったんこ、土偶を直すアスファルト。ぴったんこ、土偶を直すアスファルト。まあ列島展の川柳は、まあ、我々が読んでいると夜な夜なということで、まあ、それがね去年の解説動画で明らかにされたわけですけど、まあ、今回着任4月にですね着任されて、はい、小川さん一緒に我々と川柳をですね明日までに考えてこいって言われて、でご披露いただいて、小川さんの句も何個か採用されていますけど、まあいかがですか、その川柳読んでみてというか。やっぱ川柳って言われたので、やっぱりこれは真面目に考えていかんだろうということで、もう全部採用されるぐらいの勢いで、もう前日の夜にですね焼酎飲みながら一生懸命考えて、頑張って読んできました。でなんかいざこう読み合わせ会をするってなると、なんかおじさん川柳とかなんかすごいちょっと酷評されて、すごいいい句だと思ったんですけどね。だけど別にあれ酷評じゃないですよね、あれなんかサラリーマン川柳感があるなって。サラリーマンね愛し歌だよ。あ、そうですね、やっぱり焼酎感がちょっと出てましただけどね、そのなんだ落としちゃったよ、あ、兜とかね、まあどなたが読んだかちょっと忘れましたけれどもなんかあ、こんなすごい分かりやすい句でよかったんだなとかね、いろいろこう奥深さを感じました。やっぱ川柳なんでちょっとこう家元っていうかですね、それこう色が出ちゃうんですね。なるほど、なるほど。だから桑畑さんのやつはおそらく来年から桑畑流川柳。桑畑流ならいいです、ね、桑畑流、おじさん流じゃなければ、まあまあ、そうですね、まあどっちかどっかはおじさん流でそうなんそうですね、はい、さっき張さんね、こう桑さんからね、こう持ってよし、持ってよし川柳をすごい説明をしてね、やっぱあれ見るとやっぱ川柳にせんとこれ長すぎて分からんぞとそれやっぱこうねギュッとまとめて、まあ僕は持ってよしって言われたよっていうね、はい、そういう川柳を作った、私はねお父さんって入れたかっただけなんですけど、あれが一番盛り上がったね、お父さんがね、拡張性をこう端的に表す川柳を読まないといけないって、どうでした。そうですね、まあ、私も昨年からですね、この川柳作りに携わっているんですけども、今回の持ってよしの川柳はもう一番ギリギリと言いますかですね、分かるか分からないかギリギリのラインを攻めた、まあ、川柳かなと思ってまして僕はちょっと叙情的なですね、情景が浮かぶようなですね川柳が好きなんですけども、まあ、この持ってよしはですねかなりの破壊力がありますので、まあ、今回私なりにですね解説をした次第なんですけども、やはりまあ遺跡の性格をですね端的に表すのはこの川柳というのはなかなか優れた、まあ、アイデアかなと思ってます。そうですね、まあ川柳、まあ、伝統がありまして、まあ、我々がこうね、文化庁に着任する前からずっとこう伝統的にやってメイクと呼ばれるですね川柳もいくつかね生まれておりますね。まあ最近ではですねこうミミズクさん、まんまる思いのミミズクさんっていうのもありましたしね、去年はシカタヌキってありました。天衆だ、国蔵虫とシカタヌキ、今年はお父さんかなって思うんですけど、どうですか、まあ大沢さん、はい、川柳去年もいろいろね、はい、いろいろこう読みましたよね、今年もいろいろ読みましたね、はい、そうですね、ええ、はい、もう今年レッドでも担当でもありますので、ちょっとこう、まあ、川柳に込めた思いと、あとはレッドとの意気込みをちょっと、はい、分かりました。まあ川柳なんですけれども、まあ、いろんな人が読んでそれぞれ、まあ、いいものっていうのがみんなで読み合ってですね採用されるわけですが、いずれの句もですねやっぱその遺跡の情景を分かってもらいたいとかですね、遺跡の評価について端的に分かってもらいたいっていうところをやっぱ意識して基本的には作っております。でそれもですね私が読む時もそういうものが伝わるようにですね気持ちを込めて読んでおります。ですので
ぜひあの列島展の会場でですね、まあ、遺跡の説明とかですね、遺物とかご覧になるのと一緒にですね、あの川柳の方も合わせて、見ていただいてですね、これが何をどういうことをあの伝えたくてこういう句を読んでるのかっていうのも合わせて考えていただいて、そしてですね、一体誰が読んだんだというようなことも想像しながらですね、ぜひあの会場の方足を運びいただければ、大変嬉しく思います。そんなに真面目に締められたそんなにね、そんな緊張感であれは読んでない、読んでる、まあ、あそこに込めた思いっていうのはありますからね、ぜひね見ていただきたいですね、はい、それではまた遺跡の説明に戻りたいと思います、はい、皆さんまたよろしくお願いします。お願いします。まがたまをしこたま作ってお祭りだ。まがたまをしこたま作ってお祭りだ。それでは、6軒目は埼玉県行田市の北大竹遺跡ですね、こちら再び大沢調査官によろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。北大竹遺跡ですけれども埼玉県の行田市に所在いたします。古墳時代後期からですね、飛鳥時代にかけての時期が異なる3箇所のですね、祭祀遺構が見つかりました。6世紀の中頃から後半を中心とするものが最も古くですね、5メートルほどの範囲から子持ち勾玉19点、それからですね、丹砲関東たちの塚頭あるいはバグといったもの、そしてですね、ガラス製や琥珀製などの玉類と、そうしてですね、他にも石製や鉄製の模造品、あるいは鉄塔や鉄属などの鉄製品、そして巣液や弾きといったですね、大量の遺物が出土しています。次に古いのがですね、7世紀初頭のものでして、巣液の亀がですね11点並んだ周囲から子持ち勾玉が11点、そして薄玉あるいは石製や鉄製の模造品と、あるいは鉄塔や鉄属などの金属製品、巣液や弾きといったものが出土しています。そしてですね、最も新しいものが7世紀の中頃を主体とする時期のものでして、正位置にですね据えられた8点の巣液亀の周囲から二富みがですねセットになった巣液の月なんかと一緒にですね、子持ち勾玉が12点、それから石製模造品あるいはやはり鉄塔などのですね金属製品、あるいは小型の怪獣武道橋などが出土しております。このですね、3箇所3時期にわたるですね、祭祀遺構の共通するですね特徴というのが、子持ち勾玉がですね巣液の亀と一緒に出土している点にあります。で、子持ち勾玉の出土点数ですけれども、すべて合わせるとですね、この遺跡から出土したものをすべて合わせますと45点に上りまして、一つの遺跡からですねまとまって出土した量としては全国で最多という形になります。そしてですね、巣液なんですけれども、巣液にはですね大阪府の末村さんのもの、あるいは静岡県の湖西洋産のものといったような遠隔地から運び込まれたものが含まれるということも特徴かなというふうに思っています。ありがとうございます。すごいこの子持ち勾玉がめちゃくちゃ出てるっていうのはすごいよく分かったんですけど、これ地図見るとよく見ると周りに特別式の先玉古墳群とか、なんか主張簿が結構あるんですけど、はい、なんかそういうところとの関係って何かあるんですかね。はい、おっしゃる通りでございまして、遺跡のですね、約 2.5 キロ南には特別史跡の先玉古墳群が位置しておりまして、それよりも近いですね、遺跡のすぐ近くには若子玉古墳群という古墳群がございます。で、若子玉古墳群ではですね、6世紀の中頃以降に三方塚古墳といったですね、前方後円墳が築造されまして、その後ですね、
になりますと、八幡山古墳であったり地蔵塚古墳といったですね、終末期古墳がですね、7世紀の前半頃から中頃まで築造されておりまして、まあ、北尾岳遺跡で見つかりました最新古の年代と、まあ、ほぼ一致してくるというような状況がございます。こういうことを考え合わせますと、北尾岳遺跡の最新古というのはこれらですね、の古墳に葬られた先玉の市長が取り行った祭祀の跡というふうにも考えられまして、まあ、その実態を知る上でですね、非常に重要な調査成果になったというふうに思います。なるほどですね、ありがとうございます。そうするとあれですね、この子持ち勾玉を眺めるのもあれですけれども、その周りの特別史跡の先玉古墳群との関係とか、そういったのもなんか想像しながら見ていただきたいですね。そうですね、はい、はい、宮を出て眺むる池に浮かぶ島。宮を出て眺むる池に浮かぶ島。では、7軒目ですけれども、こちらは奈良県飛鳥村にございます史跡名勝の飛鳥京跡園地ということで、こちらの紹介を町長様にお願いします。お願いします。ですね、史跡名勝飛鳥京の園地ですね、こちらはですね、飛鳥時代後半段階の宮殿遺跡、飛鳥京の中枢にありますですね、内郭という場所に隣接しました遺跡で、宮殿に付属する庭園と考えられております。で、園地はですね、大変広くてですね、南北280メーター、東西100メーターの範囲に及んでおりまして、北と南に2つの池を持っております。でまずですね、南の方の池なんですけども、こちらはですね、平面形が五角形をしておりまして、で護岸といって、まあですね、池のですね、水の岸辺をですね、作っている護岸の方はですね、自然石をほぼ垂直にですね、積んだですね、石を持っておりまして、池の中央にはですね、中島城のですね、まあ、石で積んだ中島がですね、あります。でまたですね、北側の方の池はですね、長方形の形を呈しておりまして、その規模もですね、36メーターから52メーターという形でですね、まあ、それぞれ北と南にですね、池があります。でなおそれぞれですね、池の様子が異なっておりまして、申し上げましたように規模とかですね、護岸の石積みの形状、そして、平面の形とかですね、そこの形状も大きく異なっているというところで、このデザインが異なっているところがよく分かってきました。でこのようにですね、東アジアをですね、見渡してもですね、発掘調査によって宮殿に付属する庭園の内容がですね、分かっている例というのは非常に少ないと、うん、今回の調査でですね、非常に具体的な姿が分かってきたというところでありますので、この飛鳥京の、園地というのはですね、大変貴重なものでありますので、まあ、ぜひですね、知っていただきたいのと、今回はパネルの展示でですね、この庭園の様子を説明いたしております。はい、ありがとうございます。この飛鳥京跡園地って我々埋蔵文化財部門全員であの辺りを何月ぐらいでしたかね、6月の初めですね、6月初めに歩いてあちこち見て回った時に、見に行きましたけれども、はい、あの時はもう確か埋め戻されていて、もう水田みたいな形になったと思うんですけど、はいはい、そうですね、確かにですね、6月の本当まだ初夏のですね、汗ばむ時期だったんですけども、我々5人でですね、飛鳥を歩きましてですね、あちらこちらをですね、回ったんですが、この飛鳥京の園地もですね、我々行った時はですね、まあ現地では遺跡がですね、もう埋められておるんですけども、近くに休憩所がございまして、その休憩所がですね、遺跡の様子を知るような映像とかですね、模型なんかがありまして、まあ、そこでですね、遺跡の概要をですね、よく知ることができるというところがありますね。で、さらにですね、実際にこの飛鳥京のですね、内郭の一部がですね、その整備されてありますので、その、まあ、飛鳥京の位置とですね、庭園の位置関係が、まあ、歩いてもわかると。いうところでもありますので、まあ、ぜひですね、この、まあ、天武、持統天皇が眺めてだろうその飛鳥の景色をですね、うん、意識しながらこのある場所を散策するのも楽しいんじゃないかというふうに思いますね、うん、やっぱり現地に行って見てみると当時のあの雰囲気保ってるからすごく雰囲気味わうことができるので、はい、ぜひ行ってほしいですね、皆さんも、はい、ありがとうございました。連綿と葬り続けた400年、連綿と葬り続けた400年。はい、
8件目はですね、大阪府松原市の辰部遺跡辰部古墳群跡です。こちらも町長さんにご紹介よろしくお願いします。はい、お願いします。こちらはですね、松原市のですね、第一条に立地しております古墳時代の中期からですね、平安時代のですね、約400年にわたって連綿とですね、営まれた墓地の遺跡になっております。で、初めはですね、古墳時代の中期後半の小さな円墳とかですね、方墳が作られていくんですが、その後ですね、飛鳥時代に土坑墓と呼ばれるですね、素彫り の、まあ、あの埋葬施設ですね、古墳のマウンドを持たないような、まあ、お墓、そして奈良時代と平安時代にですね、火葬墓とですね、土坑墓が作られていきます。で、日本のお墓というのはですね、古墳時代に古墳が多く作られますが、その後飛鳥時代になってお墓にロールとかける風習が進まれていきましてですね、奈良時代には特に仏教思想のですね、流入があってですね、火葬の風習が主に社会のですね、まあ、上位の階層の方々ですね、僧侶であったりとか肝心ですね、役所の人に普及していきまして、その後ですね、また土坑墓になっていくという、まあ、変遷をたどっておるんですけども、まあ、この遺跡ではですね、この日本のお墓の変遷が400年間もですね、ずっとこう、まあ、継続して見られるという点がですね、特徴的なものです。で、今回ですね、古墳から出土した埴輪とかですね、土坑墓に納められた土器、そして火葬したですね、お骨を納めたですね、造骨器と呼ばれる、まあ、いわゆる骨壺ですね、なんかが展示されております。はい、400年間お墓であり続けたということで、うん、なんか今から遡ると逆算すると、うん、まあ、江戸時代の初めから今までずっとこうお墓として守り続けているというような感じになってくるわけですね。そうですね、そう考えるとすごいですね。この今説明の中で骨が、はい、肋骨筋の中に入っていたということなんですけれども、はい、このなんか骨からなんかいろいろ分かることってあるんですか？ありがとうございます。はい、この遺跡でですね、一番まあ注目されているのがその、火葬墓のです、ね、中に入っていた、まあ、骨壺ですね、骨壺の骨なんですね。で、この骨、この遺跡はですね、平安時代の前半、9世紀頃にですね、まあ、火葬墓なんですけども、たくさんの骨が詰まっていた状態で見つかっておりまして、これをですね、分析していきますと、大体年齢がですね、40歳から59歳ぐらいの熟年男性であること、で、身長も分かりまして、大体まあ160センチぐらい で、そのまあ骨の分析によるとですね、結構その上半身をよく使っている形をですね、取っているような、まあ、骨の形状であって、まあ、そういうこう割と動いている人みたいなんですけども、比較的栄養度の高いですね、食事を取っていたということもですね、骨から分かっております。で、その他ですね、この骨をですね、骨壺をですね、置くときにですね、木炭で埋めてるんですけども、こういった風習時代もですね、まあ、いろんなランクがありまして、この場合はですね、だいたい下級の役人を、排出するような、まあ、豪族のですね、お墓に見られるタイプに、まあ、似ているので、まあ、そういった方がですね、いたんじゃないかなというふうに思います。最近の、まあ、分析がですね、いろんな方向で進んでまして、人骨一つからのですね、年齢や条件が良ければですね、何を取れてたかも分かるような、まあ、どんなものをですね、栄養度がどんな高いのが食べているのかっていうのも分かるようなことになっていますね。最新の分析でいくと、人骨を分析するといろんなことが分かるということなんですね。はい、はい、ありがとうございます。サメ落とす、落としちゃったよ。ああ、カブト、サメ落とす、落としちゃったよ。ああ、カブト。9件目ですけれども、埼玉県加須市の記載所跡、記載所武家屋敷跡でございます。引き続き町長さんがよろしくお願いします。はい、この遺跡はですね、戦国時代から江戸時代の初めに作られた、まあ、城とですね、その武家屋敷地の遺跡です。で、戦国時代にですね、関東の最大勢力でありました北条氏とですね、同じく、まあ、関東に勢力を張っていたですね、上杉氏のですね、勢力圏に、まあ、近接するですね、要は2つの勢力圏と勢力圏がちょっと重なるぐらいのですね、最前線にあった城になっております。で、この城は特にですね、この戦国時代は北条型の城として、なってましたので、まあ、上杉謙信にですね、攻められております。で、この発掘調査はですね、実は昭和55年から80回以上ですね、行われてまして、まあ、いろんなことが分かっているんですが、非常に面白いのがですね、障子彫りと呼ばれるですね、特徴的な彫りが見つかりました。
でその他ですね、橋だったり橋の跡だったりとかですね、井戸だったりとか、あとは、まあ、暮らしに関わるたくさんの陶磁器類なんかも出土しておりまして、今回その、まあ、注目するのがその障子堀でして、これがですね、木曽井城の五の丸の南側というところで見つかっているんですが、最大幅が48メーターといってですね、これ日本最大級の規模でこの障子堀が見られると、累々と堀が、まあ広がっているという景色の、まあ、発掘調査状況でありました。で今回はですね、たくさんの遺物の中からですね、まあ、戦に関連するものを展示しております。で特に注目されるのがですね、この障子堀から見つかった兜になっておりまして、この兜の形状からですね、どうも越後系ですね、まあ、すなわち上杉型のですね、まあ、兜だということが分かっておりまして、まあ、先ほど川柳でですね、ありましたように、まあ、上杉勢がですね、木曽井城を攻める際にですね、まあ、障子堀に、まあ、あの兜を落としてしまったかもしれない、まあ、そういったですね、ものもようです。で兜がそもそも石から出るというのは非常に珍しくてですね、しかも当時の状態のまま見つかったということで、まあ、稀有な例ですし、まあ、今回もですね、この、まあ、列島展のポスターのですね、まあ、正面をセンターを飾っておりますように、まあ、大変ですね、珍しく、まあ、貴重な、まあ、資料でございます。まあ、その他ですね、馬の鎧であったりとか、まあ、ひなあじの部品とかですね、ひなあじの鉄砲玉も含めて実際の戦闘を示すですね、遺物を展示しておりますので、まあ、こういったところもですね、まあ、展示の、注目ポイントであります。はい、ありがとうございます。城を落とすつもりが兜を落としてしまったという、あ、うまいですね、はい、地のついた非常にいい川柳ですね、はい、一応まあ城は落ちてるみたいなんですけどね、落ちてるんですね、はいはい、私、まあ、鹿児島九州から来てちょっとこの修正のお城の堀って普通はただ堀がボーッとこうあって周りに囲ってるということで、この障子堀っていうこの複雑な掘り方っていうのをまあ恥ずかしながらちょっと初めて知ったんですけれども、これって普通のあの掘りよりもなんか入りにくいと攻めにくいとか、なんかそんなのはあるんですかね。あ、そうですね、この障子堀っていうのはですね、まあ、戦国時代に広がった特徴的な、まあ、形状の、まあ、堀でして、主に、まあ、小田原の北条氏ですね、まあ、ご北条氏が、まあ、好んで多用したというふうに言われております。この障子もですね、メリットがいくつかありまして、はい、まず一つ目はですね、普通の堀はですね、非常にこう広くてボコッと掘ってますので、まあ、自由に動けることができるんですね。ここにでどこでもこうワッと上げれるんですけども、非常にこう細かく一個一個がですね、格子状にこうなっているので、もう堀の中で敵が動きにくいんですね。まあ、入ったらその子が狙い撃ちできるというところで、敵がまあ動きにくいというところと、あとはですね、斜面地とかでですね、堀を作ったときにですね、どうしても水が流れてしまうんですが、細かく仕切ることでですね、水が溜められるんですね、流れていかないというところがあると。なので、まあ、幅が広いですね、堀なんかをですね、細かくすることで、ずっと水が溜まった状態になるということで、まあ、防御力が増すわけですね。でさらにおそらく中はドロドロになるので、まあ、泥水状になってしまうので、はい、よりこう這い上がりにくくなってしまうし、まあ、さらに、まあ、関東ローブですね、特に関東は火山灰でできた関東ローブ層が堆積してますので、まあ、なかなかその堀に落ちたですね、関東ローブ層は全て登りにくいという説もあります。あ、はい、なので、まあ、こういったですね、特徴的なですね、堀はですね、この時代に出現するんですけども、やはりこうなんでこれを考えた人はですね、非常にまあ頭がいいというか、まあ、性格が悪いというかですね、まあ、守るために必死だとは思うんですけども、非常にこう木曽井城をですね、攻めに来た上杉勢をですね、この広がるですね、ぐるぐると広がるこの障子堀を見てですね、愕然としたと思いますね。はい、こんなすごい仕掛けだったらなんか九州の武将とかも真似してそうですけど、九州にはない。あ、実はですね、これここだけじゃなくって、日本全国も最近見つかり出しました。です、ね、はい、やはりこういった軍事的なですね、非常にこう使えるものはどんどん使っていくので、少数ながらですね、今各地で見つかっている状況です。 ありがとうございます、はい、山となる城下を照らす金河原、山となる城下を照らす金河原。最後10件目はですね、奈良県の大和郡山市の史跡郡山城でございます。ここは桑田調査官に説明をよろしくお願いいたします。郡山城跡なんですけれども、こちらは大和郡山市の北側にある丘陵地をですね、利用して築かれた、近世の城郭になっております。古くはですね、16世紀 の豊臣時代ですね、豊臣秀吉の弟秀長が、
畿内統治の拠点として大規模に整備されたものでして、その後近世をずっと通じて大和国の中心地として存在し続けたというお城になっております。あの城は堀に囲まれた本丸というのが中心にあるんですけれども、そこを中心として、その周囲にですね、さらに堀に囲まれた車が、いくつか配置されておりまして、で最終的にはですね、一番外側の堀が、直径、1.5 キロぐらいですかねにある、30の堀に囲まれた総構えということで、かなり城自体は大規模なお城になっております。今回の展示の目玉っていうのが、金箔瓦なんですけれども、この金箔瓦なんですけれども、過去の調査で真ん中の天守台のところからですね、発掘調査で金箔瓦が出土してまして、ですから、まあ、天守台には屋根に金箔の瓦が貼られたというのは分かってたんですけれども、今回令和2年に、発掘調査を二の丸の館とのところの発掘調査をしたんですけれども、そこでも同じく金箔瓦が出土しておりまして、つまり、まあ、天守という中心だけではなくて、その他の二の丸の館部署にもですね、その金箔瓦が使われていたというのが分かったというものでございます。はい、ありがとうございます。まあ、この、まあ、お城、今桑田さんもおっしゃった通り、まあ、最大の特徴は金箔瓦であると。で大沢さんも金瓦ってすごい叫んで言ってましたけど、まあ、この金箔瓦は、まあ、ここにあるっていうのはどういうこれ意味があるんですかね。そうですね、当時そうですね、まあ、有名なのが例えば織田信長の安土城とか、それからまあその後の豊臣の時代とかはやっぱり金箔って絢爛豪華な自分のこう力を見せつけるために結構お城に金箔瓦を使っているという事例が多いということで、まあ権力の象徴として使われていたみたいですね、この時代に。なるほど、まあ、さっき天守だけではなくて二の丸というのもありましたから、はい、こうもうお城全体が金光っていやそれがですね、確かに金箔瓦っていうと、もうお城全体が、屋根全体が金ピカピカって、まあ、これが一番綺麗だとは思うんですけど、実は瓦をよく見てみると、その瓦のですね、上の部分ではなくてこの外側の軒の部分ですね、うん、ここの面だけに金箔を施しているというのが分かっておりまして、ですからただまあ、こういったお城っていうのは大体高いところに築かれてますから、この郡山城もちょっとした高台にあって、うん、私も見渡したんですけど、やっぱりこう城下が、当時の城下が低いところに見えるんですけど、うん、やっぱり低いところからこう見上げると、やっぱり屋根全体っていうのは上の方はなかなか見えないんですけど、この軒の部分がですね、よく見えますので、その部分が金色に輝いているということで、やっぱり城全体がこう金色になって豪華な雰囲気にはなったんだろうなと思います。なるほど、そうですね、下からこう見上げるとかなりこう金が光って ね、うん、ね、見栄えがいいですよね。はい、はい、ありがとうございます。まあ、ぜひ皆さんにも金箔瓦のそのこう軒瓦の面の部分ですね、ぜひ見ていただきたいですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうしましたら、これで、発掘された日本列島2023点の新発見考古速報のですね、解説を終わります。今年はですね、この列島展の開催が少なくてですね、第2巻だけということになっております。山梨県と長崎県は対馬博物館で実施しておりますので、皆さんそちらの方に赴く際はですね、ぜひ列島展をご覧いただければと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。山梨県立考古博物館学芸課の足立です。山梨県埋蔵文化財センターの渡辺です。山梨県立考古博物館はもともと縄文時代の遺物で有名な館ですが、今回は27年ぶりにこちらの発掘された日本列島2023年が開催されるということで大いに盛り上がっております。開催期日は9月16日から10月の29日になっておりますので、ぜひこちらの東日本唯一の開催地である当館にお越しください。
また埋蔵文化財センターでは地域展として山梨の史跡を開催します。県内の16の国史跡についてパネルで分かりやすく解説をしています。ぜひ足を運んでみてください。待ってます。待ってます。こんにちは、津島博物館学芸員の小野上です。津島博物館は昨年4月30日に開館した、開館2年目の新しい博物館になります。今年度11月の11日から山梨県立考古博物館に続いて発掘された日本列島2023を、開催することとなりました。津島という、非常に独特の、地に、歴史としてですね、面白いものがたくさん残っております。今回を機会に、ぜひ津島で足をお運びください。職員一同お待ちしております。よろしくお願いします。発掘された日本列島2023の終了後にですね、少し形を変えてですね、アフター発掘された日本列島2023展というものの開催を予定しております。場所なんですけれども、平城宮伊佐内館にてですね、令和6年の1月20日から2月の11日まで行う予定でございます。ぜひとも皆さん、そちらにも足をお運びください。